短歌散歩。さあ、今日は吉祥寺三段目。お願いします。見てるよ、いつも私これ。本当？うん。じゃあ、なんか言ってください。いや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 。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。8月31日、今日は、ここ、吉祥寺サウンタイムで何が起こるんでしょうか。何が起こるんでしょうか。楽しみにしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。見ます。こんばんは、ライブを今日はですね、サムタイム、だいぶ前ですけど、サムタイムの店長から、今、学生さんたちが本当に大変だというのを、僕も新聞を見て、知ってるんですけど、なんか学校にも行けないし、入れなかったり、なんか授業もオンラインだったりとか、そんなのを聞いて、少しでも何かできないかって思って、少しでもね、音楽で気持ちを安らかにしてほしいと、いうつもりで、この今日のライブをやります。学生さんたちは学生証を見せればタダになりますからね。飲み物は払ってくださいよ。他にも、見たところ、昔の学生証を持ってきたような人もいるかもしれません。あんまりそういうバレることはまずいですね、現在学生の方のみということでですね、とりあえずライブを始めます。今日は、8時までには閉店しなくちゃいけないということなんで、1回のセットになりますけども、楽しんでください。ピアノは石井明です。よろしくお願いします。なので、ゲストも登場するので、どうぞ楽しみ、どうぞごゆっくり。何かしてあげようってんで、2人でやるのももちろんなんですけど、ゲストを呼ぼうということで、とんでもない人に声かけたら2つ返事でやるよって言ってくれたんで、非常に嬉しいです。大きな拍手で迎えてください。吉田美奈子。とんでもない吉田美奈子です。紹介します。バイオリニストです。石井智弘。